はい、どうもこんにちは。こんにちは。さあ今回はですね、皆様からアドバイスをいただいたエージェントエース、こちらのイベント、はい、最初はね12球団の選手を使っていたんですけれども、純正チームの方がポイントたまりやすいですよと言われまして、純正チームを目指した結果、はい、このように、全てクリアすることができました。おめでとうございます。おめでとうございます。でじゃあオーダーはどうなったかというと、はい、皆さんに言われた通り純正オーダー、はい、こちらですね、はい、ジャイアンツで全部、はい、行きました、うん、で、多分ねほぼほぼベストメンバーなんじゃないのかなというふうには思います。はい、それでね、ずっと欲しいって言ってた坂本もね持ってますよ、Sランク坂本、超1です、ね、2回出てますからね。いやもうで普段出ないの、はいね、ピッチャーもほぼほぼ S、 沢村がね、A のまんまなんですけど、まあ、それ以外はまあほぼまあ完璧でしょうというような感じなんですけれども、はい、これ実際これやってみて、正直今何を感じているかというと、ちょっとね虚しさを感じてますなんていうか、ね、なくなっちゃうからね。これっていや、ね、まあそうです、まあ、最終的になくなっちゃうとはいえ、まあこのはい、今まあベスト布陣なわけですよね、まあ、S ランクの人がいっぱいいて、でもみんな当たり前のようにこうレベルもマックスで特殊 の、 あの特訓もマックスで、はい、まあ、強いわけですよ、はい、なんか今ねすごく頑張ってこうスカウトでなんとか坂本出ろとかやっているものをあっさり手に入っちゃってるということでね、あの、まあ、もしかしたらこう見方によればこれを目指してね頑張るぞって思えるかもしれないですけど、はい、なんかあんだけ欲しかったものがポロッと今手に入っちゃっているというのがねなんだか虚しいの何かこう、あれ頑張ってたあれは何みたいな感じはね、まあ、するんですけどはい、まあ、何にせよね、うん、まあ、やっぱりこう憧れていたね、おスペシャルが出ました、憧れていたね、はい、選手を使えるっていうのはまあ嬉しいことですよ。いいですよ、嬉しいですよ、はいはい、というわけでまあやってみましょうかね。はい、いや本当にだってあね、うん、Sランクこんな使えるからねもう出番出てくるよ、もう全員が S ランク選手ですから、何なんですかね、すごいよね、はい、はい、さあ S ランクタグシよし、優勢ナイスピッチ、ナイスピッチ、私たまにデッドボールは出ちゃうんだよそれ、おお、ああああああミスしたおおお、ギャル、俺はギャル面白いよね、夏だぜ、夏だぜ皆さんは夏休みに入ったんでしょうかね、ね、大丈夫です、俺はギャル、おとなせ、おーっしゃい、あ、入った、おし、すごい、これがね、S ランクの力ですよ、さすがギャレット選手、昨日もね、確か阪神戦でね、うん、ホームラン打ったんですよね、そうなの、うん、いいですね、スロープレーとかいいね、かっこいいよ、おー、いいですね、かっこいいです、すごい勢いで飛ばすよ、田口選手、相手は、うん、大変そうな、うん、優勢だから、あ、うん、いいね、三振で抑えよう、クリア、同じだ、アウト、というわけで、あ、こんな感じですね、はい、まあ、楽しいですね、うんうん、楽しいよねやっぱ勝てるといいんだよ勝てれば嬉しくない？まあ、ですね、自分の選手がねやりたいですけどね、うん、はい、まあこんな感じでね、はい、代理人のチケットも手に入るわけですが、はい、まあ、ここで今回皆様に、ご紹介したいのは、はい、うちのチームが何だかんだ手に入れました S ランク契約書、はい、開封したいと思います、おーよ、では、はい、その前にじゃあその前にゴールド契約書だけね、ゴールド契約書、ね、一気に契約していきましょうか、はい、契約解約
開封か。開封。あ、開封。あ、そっか。はい。これで契約書は、まあ、こんな感じで、まあ、多分早送りすると思いますので、はい、どうぞ。どうぞ。原価継ぎみたいな、うん、おお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 クワバラ、クワバラ、はい、ゴールド契約書を開けたので、クワバラ選手が出ました。はい、はい、こんな感じですね。はい、はい、まあ、野手の方のクワバラ。野手、はい、ということでした。昔ね、投手のクワバラ選手見たはず、確か。そうなんですね、はい。はい。というわけで、ゴールドからね、なんかまた、この前、ね、エルドレッドも出たしね、また出ました。うん、やったー。いい感じ。あ、まだある。さあ、お待たせいたしました。はい、というわけで、なんとね、ゴールドからね、S ランク出ましたけれども、はい、はい、じゃあ今度はね、S ランクが確実に出るこちらの契約書から、はい、もう確実だから、うん、さあ、坂本来い、よし、さあ、自チームじゃないからな、でも期待しちゃう、期待しちゃいましょう、お願いします、来い、さあ、どうでん、出ろ、出ろ、お願い、坂本来い、坂本さーん、あマイコラスかと思った、違った、メンドーサですね。実は今の巨人にいるねクルーズとねなんか幼なじみらしいんですよね。あ、そうなんですね。はい、こちらメンドーサ先発長継ぎ使えていい感じですけど、はい、うんうんうん、甘数九州、あ、九州、あ、九州ね、うん、はい、まあこんな感じで、多分ね彼はねそう打たせて取るタイプのピッチャーだったと思うからね、こちらツーシームとかがありました。というわけで今回は桑原外野、それから面倒さ投手ですね、はい、2人の S ランクを手に入れて、なんか最近ね S ランク運結構いいんじゃないかなみたいな感じはしますが、愛しの坂本はまだ来ないということで、はい、次回に持ち越しとなりました。ではまたよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。